今回は餌になる旬の花のご紹介です。後ろにちらっと映ったのは1メートル以上もある避暑地ですが、なかなか入ってくれません。7月になるとこの花が街中に咲いていますね。ノウゼンカズラです。花自体が綺麗なので庭に植えてる方多いです。かなり食いつきいいです。うちも植えてますが、この花つる性なのでよく道路に飛び出してます。その落ちた花を片付けないといけないのが難点です。リクガメを飼ってる家ならともかくちょっと面倒くさいです。近所にもたくさん咲いてるところがあって、事情を言ったら心よくいただけました。捨てようと思ってたから大歓迎と言われました。片付けるはずの花が役に立つ。片付けなくてよくなる。リクガメの餌になる。餌代無料になる。まさかの一石三鳥になります。人にも自然にも懐にも優しいですね。おまけで4匹勢ぞろいのショットです。もしかしたら初かもです。意外と揃うこと少ないです。特に一番小さい子は個人行動します。そして脱走癖あります。生き物って小さい子の方がよく脱走する気がします。虎視眈々と隙間を探すんですよ。